田村弁護士が不起訴の裏側を解説、伊藤選手の干渉、これは異例。弁護士の北村春夫氏が自身の YouTube チャンネルで週刊誌に性加害疑惑が報じられるも不起訴となったサッカー日本代表伊藤純也について言及。北村氏は伊藤選手が干渉と評価し、その理由を被害者側の言っていることに合意性があると、大抵捜査機関は被害者側の供述を軸に犯罪事実を構成して起訴に持っていくケースが大変多いと説明した上で、検察側が女性側の供述は信用できないと判断し、性犯罪において被害者側の主張が全く認められなかったことは異例と語った。具体的には被害者とされる女性の証言に信頼性がないと検察が判断したこと、客観的な証拠映像や音声が残っていたことが影響したとしている。また虚偽告訴罪については明確な証拠がなく、故意に嘘をついたと立証するには不十分であったとの見解を述べた。有名な弁護士に干渉と言ってもらえるのはいいね。北村弁護士ありがとうございます。第三者の立場から女性側の供述は信用できないという検察判断を解説してもらえるのは大きい。こんな風に他者を性犯罪者に仕立てようとする行為が無罪で良いのか。すでにアジア入り脱と敗退という形で、伊藤本人や日本サッカーは大きな被害を被っている。北村弁護士はこうおっしゃってますが、新潮さんの見解は？そもそも行為自体ないのに全て捏造したわけですから、警察は当初から伊藤選手を被害者として捜査していた。捜査に時間がかかったのは女性側の背後関係の捜査のためと加藤弁護士は会見で明言している。いずれにせよ事実関係を十分に確認もせずに記事化した新潮の責任は重大。こんな仕組みだと伊藤選手の名誉と被害が全く回復されない。週刊誌も無敵じゃないですか。嘘記事をでっち上げた週刊誌にペナルティを与える法律を作った方がいい。新潮が情報を精査していれば、伊藤純也のアジアカップ離脱はなかった。性加害悪生児などのようなセンシティブな内容であれば、不起訴虚偽名誉毀損確定、法人であれば営業停止、個人であれば懲役としてほしい。出てしまった情報は消せないのだから、お金で済ませる問題ではない。慎重にペナルティないと気が済まん。